私が取り上げます映画はミッション8ミニッツという映画です。2011年に公開されたアメリカ映画で、監督はダンカン・ジョーンズという人です。もうすぐ一周忌を迎えますデビッド・ボーイさん、ロックミュージシャンですが、あの方の息子さんなんです。そして主演はジェイク・ギレンホールという人です。ブロークバックマウンテンとかナイトクローラーというような映画に出ておられる今人気の俳優さんであります。もともとアメリカでのタイトルはソースコードという映画なんですが、放題がミッション8ミニッツ、8分間のミッションということでありますので、今日私小道具を持ってまいりました。これがね、キッチンタイマーなんですね。でこれを今から8分間にセットして今から8分間でこの映画のあらすじを皆様にご説明させていただきます。その後後半の8分間でガッポ、それを阿弥陀様のお話にしてみせたいと思います。うまくいったと。それでは最初の8分間のミッションです。主人公がハッと目覚めますと、そこはシカゴ駅に向かう通勤列車の中です。で、目の前に座っている若い女性、クリスティーナという名前です。彼女が主人公に話しかけてくる。ショーン、あなたのアドバイス役に立ったわ。主人公は、いや、俺ショーンじゃないんだけど、どう思うんです。というのは、主人公の意識の上では、自分はコルター・スティーブンス隊という名前のアメリカ陸軍のヘリコプターのパイロットです。ついさっきまでアフガニスタンで空爆を行っておりました。だけど地対空ミサイルの攻撃を受けてヘリコプターが撃墜された。で、うわ墜落すると思って気を失った。で、ハッと目覚めるとここにいるんです。で、これって一体どういうことと思って列車の中を調べ始めるんです。そうするといきなり列車がバーン大爆発をします。で、また気を失って今度ハッと目が覚めますと、そこは宇宙船のカプセルの中のような狭い場所です。目の前にモニターがあって、そこに軍服姿の女性が映っております。グッドイン空軍隊という名前です。そのグッドイン隊が主人公に言うんです。スティーブンス隊、爆弾テロの犯人は見つかりましたか。これって一体どういうことだと思いますね。実はこういうことです。近くに向かう通勤列車を狙った爆破テロが起こった。乗客は全員死亡した。で、その犠牲になった乗客の一人、ショーン・フェントレスという名前の小学校教師の脳に残っていた爆発までの最後8分間の記憶をコンピュータープログラム化して取り出して、それを軍が使うんです。一方でヘリコプターで撃墜されたそのスティーブンス隊は今体の大部分を失って植物状態になって生命維持装置にかけられている。彼の意識をこの最後8分間の記憶に飛ばして、彼を使ってテロの
犯人を軍が突き止めようとしているという映画なんで、ややこしいですね。あの爆弾のスイッチは近くに入れられてるはずだし、犯人が車内にいて、で途中で出たのかもしれない、とにかくお前は犯人の手がかりになるものを探し出せ、それがお前の任務なんだって言われて、何回も何回もその爆発までの8分間を繰り返させられるという映画なんです。何回も何回も繰り返しておるうちに主人公はだんだん嫌になって、もうここから出してくれと言うんです。私はアフガニスタンに行く直前、父親と喧嘩してしまった、で喧嘩ばかりしたままなのが悔やまれる、今彼でも父と和解したい、だから電話をかけさせてくれってグッドウィン隊員に言うんですが、それはできないというんですね。そうするとモニターにグッドウィン隊員の上官らしき冷酷そうな男が出てくる。ラトレッジ博士という名前、このシステムの開発者らしいんですね。スティーブス隊員、そんなことをしてる暇はない、実は犯人から脅迫電話がかかってきた、列車爆破テロは始まりに過ぎない、6時間後にシカゴ市内でさらなる大規模な爆破テロを計画して、その爆弾には放射性物質が使われているから、シカゴ市民数十万人の命を奪うことができるんだと、という脅迫だ。だから我々に与えられた時間が6時間しかない。そのうちにこのシステムを使って、あなたを使って何としても爆弾テロの犯人を突き止めなくてはならないんだ、というんです。それでね、何回も生かされているうちに主人公は、目の前に座っているその若い女性クリスティーナのことを好きになっていくんですね。それだけじゃない、周りの乗客はね、こいつはテロの犯人かもしれないって言うけど、ぐったりしながらこう調べ回しているうちに、だんだん彼らのことも好きになっていくんですね。例えば今からオーディションに向かうらしいコメディアンの卵とか、あるいは列車が少し遅れていることにイライラして車掌に、明かり散らしている黒人のビジネスマンとかがいるわけです。それらの人が数分後に爆発で死んでしまうということが主人公には耐えられなくなっていく。なんとか彼らを助けたい、まあ、そうこうしているうちにうまいこと犯人を突き止めることができたわけです。やっぱり列車の中にいて途中で降りていったんですね。でその犯人の車のナンバーをグッドウィン隊に報告したら、現実世界では特殊部隊がその犯人の車を包囲しまして、次なる大規模テロを防ぐことができた、数十万人の命を救うことができたんです。よくやったわ隊員、こう言われるわけです。ところがですね、主人公はそれでは不満なんです。初めて自分からね、もう一度最後8分間の記憶に自分を行かせてほしいグッドウィン隊に言うんです。というのは、数十万人の命は救えたかもしれないが、私が気がかりなのは列車の中の乗客たちなんだっていうんです。だからもう一度グッドウィン隊、私を最後8分間の列車に行かせてくれ、そして8分経ったら私の生命維持装置を切ってくれっていうんです。つまり自分はもうこの世に戻らなくてもいいから、記憶の中だけでもいいから乗客たちを助けたいんだという思いなんです。グッドウィン隊はその主人公の志を、ね、に打たれて、それに協力するんですね。分かったわと言って、最後8分間のその車内に主人公をもう一度行かせます。グッドラック最後の8分間、この主人公は1秒も無駄にすることなく動きます。まずしたことはトイレの上で発見したその列車爆破テロに使われた爆弾の起爆装置を解除して、次にしたことは列車から降りて逃げていこうとするその犯人を捕まえて手錠で拘束して警察に通報する。次にしたことは父親に電話なんです。携帯で列車の中からで父が出たらこう言うんです。あなたの息子さんと同じ部隊に所属していたものです。あなたの息子さんの最後を見取りました。彼はお父さんと喧嘩したことを最後まで悔やんでいましたよ、というわけです。そしたら父親はね、私も彼のことを心から愛してる、今でもそうなんだ、そのことを彼に伝えたかったって言ったらね、その後に、実際息子であるその主人公はこう言うんです。もう十分伝わってますよ、これちょっといいシーンなんです。最後主人公がすることは何かというと、さっき言った列車の中にいたコメディアンの卵を挑発して、お笑いコントをその列車の中でさせるんです。お前この乗客を笑わせることできるのか、できない方に俺をかけるって挑発して、何を
笑わせてやるって言って、そのコメディアンがみんなの前でお笑いコントを始めるんです。そしてみんなわははわははって笑う。そしてさっきまでイライラしていたその黒人のビジネスマンも笑ってるんです。主人公はね、あと数分で死ぬ乗客たちにせめて笑顔をプレゼントしたかったんですね。でね、最後1分なのを確かめてね、クリスティーナに言うんです。クリスティーナ、あと1分の命なら君はどうするって言ったら、最後1秒まで大事に生きる。その瞬間、主人公はクリスティーナにキスをします。そしたらね、グッドミン隊が生命維持装置を切る。そしたら画面がストップモーションになってね、あの列車の中でみんなが笑ってる顔、ちょっと泣けるシーンなんです。ところがね、唇が離れるんです。パッと気がついたら、列車はなぜか爆発せずに、そのまま、近くに到着しました。平行世界、パラレルワールドに入っていったというオチだったのであります。はい、これでちょうど今、パッと。こんな風にね、主人公もくたくたになりながら、8分間のミッションを繰り返すわけになります。それで終わりじゃないんで、患者さんも出てこなかった。今から出てまいります。それでは疲れております。後半8分間合法編です。最後の8分間のミッションスタート。はい、こんな風に主人公が何回も同じ、ことを繰り返す、同じ時間を繰り返す羽目になるという設定を持った映画のジャンルが昔からあって、それをねループものと言ったりタイムリープものって言ったりするんだそうです。有名なところでは恋はデジャブっていう映画とか、割と最近では All You Need Is Kill というような映画があったそうです。皆さんどうですかね、同じ8分間を何回も繰り返すならどんな8分間がいいですかね。あるいは自分の命があと8分だったら皆さん何しますか。私はね、考えまして、自分があと8分の命だったらどうするかな。私ならね、部屋の掃除をすると思います。私はこの命を終えたらね、凡夫から一気に仏様にならしていただきます。何万だぶお念仏一ついただいてね、お浄土に生まれて仏様にならしていただいた私の妻は泣くと思います。泣きながら私の部屋を片付けてくれると思います。遺品整理をする。ケイちゃんは、私ケイちゃんで呼ばれるんですけど、ケイちゃんは今頃お念仏になって見てくださっているのねって言いながら片付けてたら、出てくる品物が煩悩臭い写真集を悪いので、煩悩臭い写真集を処分しておいてから、で最後机の上にこれ見よがしにご門主様の本を置いておいて気持ちを教えていると思いますね。最初にいただいた御三代、本願力に相濡れば虚しくすぐる人となき、苦毒の崩壊にしにして煩悩の熟睡手立てまし、すべての命を我が浄土に生まれさせ、自分と同じ仏にしたいと願われた阿弥陀様の願い本願は今すでに成就して、何万ナブスの呼び声となって私に届いておってくださるから、それ聞く一つで、それをいただく一つで、虚しかった私の人生は一瞬にして直ちに速やかに速攻で尊い人生に転じられるんですね。そう喜ばれた親鸞聖人のお言葉です。虚しい人生じゃあ何でしょうかね。お商業の中にはね、私たちの迷いの人生のありようをシャクトリムシに例えられてある箇所もあります。シャクトリムシってね、丸い場所に置いたらずっと同じところをぐる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 回り続けてるんだそうです。自分としては前に進んでるつもりなんだけど、ずっと同じことの繰り返し、それが愚かだなということなんです。まさに迷いのループものなんですね。それを輪廻と言うでしょうね。ただ私は思うんですが、なんで映画の中にでループもの、タイムリープものっていうようなジャンルがあるの。それは多分私たち人間が後悔をする生き物だからなんだろうと思います。皆さんもね、あの時ああ言えばよかったな、あんなこと言わなきゃよかったな、こうすればよかったな、人生もう一回やり直したいなんていう思いに駆られたことはあると思います。 今も駆られておるかもしれません。そうですね、主人公もね、お父さんと喧嘩別れしたことを悔やんでました。ただね、厳しい言い方しますけども、私に向かってもいいんですよ、自分自身に。後悔するぐらいなら初めから1秒1秒を大切に生きたらいいんでしょう。最後クリスティーナが言ったように、最後の1秒まで大事に生きた人に後悔はないわけですよね。さあ、本当はね、世界の一瞬一瞬というのは初めての瞬間です。代わりのきかない、かけがえのない瞬間になります。それを諸行無常というんです。
だから本当は世界はリープループなんかしてないんですが、私たちの後悔するような愚かな生き方が迷いのループを生み出しているんだろうなと思います。仏説無量寿経というお経様の言葉です。しかるに世の人を悪俗にしている、共に不朽の地を晒そう。世間の人は浅はかだから、どうでもいいようなことばっかり血まらこになって争い合っている、言われるんです。そうですね、私ら命の終わりに臨んでね、自分は一体何しにこの世に来たのかな、そんな虚しい思いしか湧いてこなかったとしたら、それはね、会うべきものに会ってなかったんでしょうね、願うべきものを願ってなかったんだろうなと思います。さて、この私たちが山口にね、有国友光先生という方がおられるんですよ。浄土真宗のお寺さんですが、この先生の言葉で私好きなのがあって、私たちは修行とくくられた相部屋にいるのでした。修行っていうのは仏教の言葉で生きとし生きるものっていうことです。だけどね、その中には好きなのもおるし嫌いなのもおる、大好きなのもおるし、こうしたのもいます。それがね、くくられてることに意味がある、味わいがあるっていうね、相部屋だと、いい言葉だなと思いますが、私それを今日こう言い換えたいと思います。私たちは修行とくくられた列車に乗り込んでいるのでした。そうでしょう、私たち生まれてね、死ぬまでに会える人間の数って限られてる。それはたまたま同じ列車に乗り合わせた乗客同士のようなもんです。今日のこの銀座さんの皆さんもそうです。私からしたらね、不思議ですよね。その乗客同士でいがみ合ったり、あるいは全然無関心だったりするっていうのはちょっと悲しいこと。さて、この列車はじゃあどこに向かうのか。よく台所が火の車とか、家計が火の車っていう言い方をする。火の車っていうのももともと仏教用語でありますね。地獄からのお迎えのことですが。観無量寿経というお経様にも出てきてまいりますね。命を終わらんとするとき、地獄の諸家一時に共にいた。火の車が迎えに来るんです。この列車は地獄行きであります。火がついておりますから、固くとも言うかね。仏様見ちゃおれんかったです。危ない、そこから離れろ。そこには火がついてるぞ。こっちへおいで。こっちに宝物があるよ。尊い教えがあるよ。ちゅうて、中から出てきたことになってるのが法華経という仏教だったそうですが、そんなね、引き分けのいい修行ばっかりじゃないでしょうね。我々愚かな修行は、この火のついた列車の中で、愛と憎しみの程度に夢中であります。じゃあ仏様はどうするか。主人公は、最後で、ね、自分から退路を断って、自ら望んで、火のついた列車の中に飛び込んでいきましたね。そんなの放っておくでもありますよ。シカゴ数十万人の命はもう救ったんだから。だけど、乗客が、私は放っておけないんだと言って自分から飛び込んでいく。私には、この姿はそれに変わります。阿弥陀様がお立ち姿なのは、緊急出動のお姿なんだと聞かせていただきます。阿弥陀様はね、見ちゃおれんかったですね。自分から、私たち修行の火の車に南蛮陀仏、宝の海と言われますが、苦毒の崩壊に飛び込んできてくださいました。命短き修行には時間はないんです。だから阿弥陀様にも時間がないから、南蛮陀仏これ一つ受け取れと速攻の救いを成就してください。本願力に相乗れば虚しく優る人となし、苦毒の崩壊みしみして煩悩の熟睡隔てなし、みんな笑うてくれ、本当に心から笑うてくれ、安心して私に任せて尊い人生を生きておくれ。阿弥陀様は今ここにご一緒であります。私たちに飛び込んできて一秒も無駄にすることなく働き続けておいでであります。よかったですね、この映画。最後、列車がね、無事シカゴに到着しました。そして私たちが乗り合わせているこの列車も阿弥陀様が導いてくださっておるので、本願一行の列車になる。この旅はお浄土に行くようになります。そしてよかったですね、私の銀座サロンでの8分間のミッション無事終わる。